ダラホワイト代表の方が、朝倉海選手に、今すぐみたいな話をされたっていうのは、これは、サビオ代表の方が立ち会ってて、話をお聞きしたんですか？いや、それは、なんか、会は、ダナのとこに会いに行って話をしたみたいですけどね。まあ、もちろん、そういう、手引きは我々がして、まあ、本当にオファーをもらったんじゃないですか。なるほど。でも先ほどリング上で発表あったように、次は UFC じゃなくて、来日ですか？ はい、まあ、ちょっと意地悪なコメントがありましたけいや、そんなことないですね。だから、一足飛びに、多分これは会にもまた戻ってきたら聞いてもらったらいいと思うけど、会と向こうで話した中でも、やっぱりまあ、もちろん海外で UFC だったり、ベラトールとか、いろんなところで彼らもね、やってみたいって思いはあるけども、まあ、記念受験に行ってもしょうがないんで、その海外でやっぱり戦えるだけの実績と経験と技術とかスキルとか、いろんなものをメンタルも含めて磨き上げた上でのことだと思って、てるので、まあそういう意味で言うと、まだまだやっぱり研鑽が必要だなっていうふうに甲斐も思ったと思いますから、もう少し彼にもそういう、レベルアップをしていく、海外を意識した中でレベルアップしていく時間が必要だと思いますし、そのためにやっぱりライジンの中で今朝倉海っていう選手自体はナンバーワンベルトを巻いてるわけではないですから。まず、ライジの中でしっかり経験もさらに積みながらもそうだけども、実績を残す中で行くべきだろうなというふうに思いますし、本人もそういう意識でいますから、一足飛びに、そういう気は、甲斐にもないし、まあ、甲斐も、やっぱり自分はライジ、日本の中でしっかり経験積みながら、そこで外国人選手とかと戦えたら、戦いたいですっていうようなことを言ってましたね。なるほど。その、甲斐選手の、沖縄大会の相手なんですけども、これは外国人選手の有力でしょうか？僕は外国人の選手がね、今日も政府が発表して6月以降、さらに入国の、規制緩和が進むような発表があったので、現状だと3日間の隔離拘束が必要だったりするのも撤廃されてくれば、もっとフレキシブルに選手たちの入国を、入国って選手たちを招聘できますから、7月の沖縄大会は、やっぱりぜひ外国人選手で、マッチアップしていけたらいいかなと思ってます。